皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、オフライン講座とオンライン講座、どちらに力を入れていいのかを迷っている教室の先生へというテーマでお話をしてみたいと思います。最近ですね、よく質問されることなので、それをこう整理してお答えしようかなと思ったんですけど、コロナ禍の影響でオフラインでやっていた対面レッスンができなくなって、で、オンラインに移行して、緊急事態宣言とかありましたからね。でオンラインをやり始めてたんだけれども、またこうちょっと非常事態宣言が緩んで、なんとなく人の行き来が OK になって、対面ができるようになりました。でもまたなんか緊急事態宣言出そうな雰囲気ですみたいな、そんな中で先生がもうオンラインとオフラインとどうしたらいいんですかみたいなのを多分迷われている方がいらっしゃるので、そのことについて、個々にはお伝えしてきたんですけど、こちらでねその一括一斉にっていうか、それをお伝えしようと思っているんですけれども、2つの考え方でちょっと伝えたいなというふうに思っていますので、ちょっとそれを聞いてですね、自分どういう立ち位置で考えるんだろうっていうのをちょっと振り返ってみていただければなというふうに思ってます。はい、それでは早速ね、お伝えしていきたいと思います。まずですね、その2つの方向性で答えていきたいって言った事情があるのが、まず1つ目は今のこの状態で考えられる、表面的なって言っては なんですけど、現場的な、即それがそのまま実践として使えるというか、そのまんまの答えの方の答えがまず一つ目です。で二つ目はそもそも論のところなんですけど、こういったそのオフラインなのかオンラインなのかとかっていう目に見えてるその状況じゃないくてですね、もっと根幹的な要因から、事業の方向性って決めた方がいいよっていう話が2つ目、どっちかというと2つ目の方が大事になるので、これを2つに分けてお話をしてみたいと思います。まず1つ目なんですけどね、でオフラインとオンラインどっちに力入れたらいいですかっていう話なんですけど、私は基本的には、下半期に関しては、オンラインに力を入れた方がいいだろうっていうふうに個人的には思ってます。理由は世の中が一回ですね、オフラインからオンラインに切り替わった時期があった時に、オンラインって案外いいよねって気づいちゃった人も結構多いんですよね、世の中的に。そして家にいて習えるのも案外悪くないよねって思った人がいるっていうのがまず要因のその1です。で要因その2は、やっぱり外出をすると世間の目がこうちょっと気になるとか、自分もリスクとして増えますよね。接触頻度が増えれば当然リスクは上がっていきますので、そういったところでのどうしようかなっていう、人の目も気になるし、いろいろとね、その地域によっては、特に感染者が出てない地域に関しては、その外出してね、そんなのもらってきたなんて言ったらもう村八分に合うぐらいの勢いになってるような地域もありますから、冗談抜きでです、本当に、引っ越したとかいう噂も聞いてますからね、知人の知人が長野県らしいですけど。なんでそういう観点から考えても、やっぱ対面って行くのはどうしようって考える方が多いっていうのと、いろいろと状況があって、おそらく人は、オンラインでいろいろこうやっていくっていうことに世界が変わっていくだろうっていう、そっちに今向かってるんですよね。その状況において、もちろんご自身が対面がやりやすいのは分かってるし、私もセミナーとか基本対面の方が好きです。基本は熱量が伝わるから。だけれども、
その時々の環境と状況っていうのがあるとするじゃないですか。で、一部の方は確かに望むかもしれない、オフラインという対面を。だけれども、一応こう流れに沿っていく方が基本ビジネスっていうのはうまくいきます。流れに逆らうような形で動かそうとすると歪みが出るので、やっぱりうまくいきにくいんですよね。となると、今世の中全体の流れがオンラインっていうふうになっているから、どっちがいいでしょうっていう答えを私に求めるのであれば、オフラインの方を見た方がいいんじゃないですか、という答えになります。で、しかも当然私がそういう答えを言っているっていうことは、私自身も下半期はかなりオフライン、間違えた、オンラインの方に、あれ、私今オフラインって言っちゃったかな、オンラインですね、オンラインによって行っていただいた方がいいということですね。だから、多分ですね、私の授業も、2、8でオンライン、できれば9-1ぐらいになるかもしれません。はい、っていうぐらいに今計画を立てて、そちらの方に向かって準備と、まあ、自分のコンテンツを練るっていうのももちろんやってますし、動画コンテンツをどう撮るかっていうことで考えてる、新しい動画コンテンツですね。で、その動画コンテンツを発信していくためのサイトとか、どうするのっていう、こう全体設計を今組んでる最中ですね。全体設計を組むっていうことは、当然売り上げもどうするかっていうのも考えているっていうことに当然なりますけれどもね。ですので、オンラインかオフラインか対面でね、やる方が楽しいのは分かってるんです。で、割と楽しい方に流れてしまう教授の先生多いんですけど、時代の流れがそういう時にはその流れに沿っといた方が、普通にうまくいきやすいですね、基本的には。だからまず、どっちですかっていうんであれば、オンラインの方に力入れた方がいいですよっていうのがまず一つの方針です。で、オンラインって言ってもいろいろあるじゃないですか。まあ、私が特に推奨しているのがオンラインの通信講座みたいな形の動画コンテンツを販売するみたいなことがやっていけるといいよね。まあ、自分の分身がいっぱいできることになれば、それこそ24時間変わらず収益が入ってきますからね。で、対面で体っていうか時間は削ることにはなるけれども、リアルにかなり近い状態のズームレッスンとか、まあ、そういうのも当然オンライン上で扱うスキルがあった方がいいでしょうっていうのはもちろん考えています。で、それと同時に、まあ、最近いろんな人から成果報告とかも受けているし、私もそれを実感している部分で言うと、ライブ配信ですね。まあ、Zoom と、動画販売の中間、合いの子みたいな形、双方向風だけど、相手は別に顔とか Zoom みたいに会議で顔に入ってこなくてよくって、コメントでこうやれるから、やっぱりまあ YouTuber とかもよくやってますし、人気ですし、まあ、私もYouTube で、先日ね、スパチャ投げ銭ができる YouTube の人数になったので、まあ、それでライブやって、まあ面白かったですけどね、皆さんと双方向でね、コメントし合うっていう、まあそういう文化ができつつあるから、そういったこうツールみたいな形で使っていくっていうのは、いろいろな方法あります。だけど世の中はオンラインに動いてるっていう、ここはやっぱり自覚してもらって、そちらの方面に力入れていく方がいいでしょうということです。ライブもいろんなライブありますよね。インスタライブもあるし、フェイスブックライブもあるし、YouTube もありますから、自分の得意な領域と自分のお客さんが一番喜ぶ領域でやっていけるといいかしらっていうふうには思いますけれどもね。なので、短絡的なというか、今現在直面している問題ベースで言うと、オンラインとオフラインだったらオンラインをやりましょうって、まずこれが指針の1個目です。で、2個目の方が今日伝えたい結構大事なテーマです、どっちかっていうと。はい、2個目はですね、まあズバリ結論を言うと、自分の事業の基幹部分を、基幹っていうのは元っていう字に
幹ですね、基幹部分を外的要因に預けてはいけないっていうことです。はい、要はこのオフラインオンラインっていう考え方で言うと、自分の事業を、じゃあそのレッスンを行っていくっていうことが仮に事業だったとするとするじゃないですか。でオフラインを選ぶっていうことは外的要因が入ってきちゃう要因が高いんですよね、確率が。それが、例えば外的要因っていうのは社会情勢ですね、今で言うと、緊急事態宣言がとか国がとか都がとか、発令した途端に人が動けなくなるっていう、この外的要因ですよね。であともう一つはその人間的な外的要因です。来ようとしていた生徒さんが、そういった世間の状態とか世間の目とかご自身の下手すれば体調、その方だってコロナになってしまうことだってあり得るわけですよね。その外的要因があったらレッスンが開催できないという確率がものすごく高いのが現状オフラインの講座になりますよね。そうすると外的な要因があることによってその振れ幅が大きいと、先生はそれによって、あ、キャンセルになっちゃったら返金しなくっちゃとか、この人来るって言ってたのに来れなくなっちゃって、あ、材料が余っちゃうとか、そういった普段ではありえない、今までうまくいってたこととは全然違う次元での圧力がかかることによって普通にレッスンがキャンセルになっちゃう可能性が高いわけですよね。キャンセルになっちゃうと、先生によってはね、キャンセルポリシーによって入金されたものは返しませんとかって言っている方もいらっしゃるかもしれないけれども、こういう状況で返さないとか言うと、もうその先生のとこ行かないとかいう可能性だって場合によってはあるじゃないですか。そこは面積をしてくれみたいな、でそのやり取りをする時間と手間もすごいかかるじゃないですか。だからそっち方面にするって言った段階で外的要因に自分の事業の期間を預けたことになってしまうから、その選択肢をなるべく取らないようにするか、リスクを減らすっていう考え方を選択肢として常に持っていくっていう考え方をしなきゃいけないんですよね。だからその答えとして、さっきは確かにオンラインとオフラインだったらどっちですか、オンラインですよって私言いましたけれども、その一番の要因になっている期間の考え方は、外的要因なく自分のペースでやりたいように進められるのはどっちっていう、そこだけなんですよ。選んでる事情ってどっちかっていうと、外的要因は、要はその振れ幅が大きいと計画が全部狂っていっちゃうんですよね。なので自分のペースで自分で組める形でうまくいく方法があるのであれば、まずはそっちを選択する、二択だったらっていうことです。他にももちろん選択肢があればそれを全然選んでいただいて全然構わないんですけれども、二択だったとしたら、まず自分でコントロールできるっていうことで、全てを組んでいくっていう方がいいんですね。この考え方は全てにおいてです。例えば事業をね、うまくいかせていく部分で、定数定量っていう考え方とかがあるんですけれども、よくね、目標値に、例えばこのレッスンを月に何人集めるとかって目標あるとするじゃないですか。10人とか20人とかで、それは一応必要なんですよ。一応売上計画上何人をどう集めるって、でその何人っていうのも、基礎数字になる、じゃあ一体何人ファンがいるのとか、何回メルマガ打つのとか、そういうのがあってその数字が妥当かっていうパーセンテージから、データ分析からで、それは おかしいでしょうっていうのを言えるのはあるんですけど、それはさておき、その10人っていうのはその人たちが来てくれないと10人っていう目標が達成できないんですよね。だから他人に預けてる部分が入ってきてる、不確定な要素が入ってきてる目標値なんですよね。だからこれはもちろん営業だったら絶対数字必達って言ったら形は変えたとしても絶対やるんですが、一般的には成果が見えにくい目標の立て方の部分になっちゃうんですよ。ですので私がよくクライアントさんにお願いしているのは、
定数定量で目標値を作ってくださいっていうのをよく言ってます。定数定量で目標値を作るっていうのは具体的にどういうことかっていうと、ブログを例えばなかなかこれもまたみんなができないんですけど、毎日書くって言ったら1ヶ月30日あったら30個っていうのが目標値になりますよね。これすごく明確で、自分が書けばちゃんと30になりますよね。自分が書かなかったら28とか27とかなりますよね。自分だけでできる目標なんですよね、これって。わかります？例えばそれとちょっと違うのが、じゃあインスタグラムフォロワーさんを1500人にするっていうのは、その外的要因が入ってくる目標です。登録してくれないと達成できない目標だから。そのためにじゃあ自分は何投稿して何人自分がフォロワーに行ってフォローバックもらうかっていう、その外的要因が絡まないと達成できない目標じゃないですか。そういうのは管理しづらい目標値なんですよね。この違いです。だから自分でできちゃう目標は分かりやすいんです。ブログを30日30個書く、やったかやらないかだけではっきりもう結論が出る。 YouTube 1日3本上げる、30日だったら1ヶ月で90本上がります。これを1年間やれば1000本いきます、普通に。はい、80本でいいから、本当はこれをだから1年間1000本です、やったかやらないか、たったそれだけっていうのは自分がやるかやらないかだけだから、誰かが絡まない要因の目標です。でまずはこの目標をきちんとこなすっていうことをやってると、自然にそこから派生して予約が入ったりとか申し込みが入ったりとかするようにはなっていきます。だからこの基礎数字みたいなところは他人のその評価とか他人の意思とかが入ってこないところで組んだ方がいいっていうことなんです。でこれは事業の選択をするときもそうです。オンラインかオフラインかって言ったら、どう考えても自分で完結できるのはオンラインの方なんですよ。外的要因なく売り上げもどんどん上げ続けられるのはオンラインなんですよ。だから迷うのが本来はナンセンスなんです。その事業的に継続して売り上げを上げたいっていう目標値の人は、生徒さんと会いたい、お楽しみをしたい、その人たちのために救ってあげなくちゃっていうことだったら別にオフラインでもいいと思いますよ。だから理由と事情が違くって、稼ぎ続けるとか売り上げをもしも上げ続けるっていう視点から考えたら、一番簡単なのは自分の中で、一人じゃなくてもいいんですよ、要は事業として自分のコントロール下に置けるような事業の方でやっていく方がいいというふうに言われています。はい、で私もそういうふうに考えている。で同様に法人ですか個人ですかっていうのもよく話に上がるんですけど、法人の方がお金の見入りがいいし法人とよくやりたいとかっていう人もいるんですけど、私は法人の総売上に対するボリュームは3割以下にするようにしています。個人の方の方が一個一個のお金は小さいし、人数もすごくいるんで大変なんですけども、10年やってきて思っているのは、法人っていうのは、まあ、私も法人なんですけども、その景気が悪くなったりとか特に大きいとこはですね、まあ、何かこう環境がガッと変わると頼んでたものとかバサッとやめたりとか、当然です、自分の会社持たせないといけないから、そういうのからどんどん切っていくから、突然に例えばすごい取引高があっても契約がなくなるっていうのは普通にあるので、はい。だから個人だとその人っていう人が一人辞めたとしても逆に薄いですよね、いっぱいの人が辞めなければ、取引が停止にならなければ。だから個人を1000人とか1500人持ってる方が、1万円ぐらいのね、例えば物を払ってくれるような人が1000人とか1500人いたりとか、まあいいや、じゃあ1000人、1000円でもいいや、はい、それでいて取引するのと、法人の方で100万円を毎月やってくれる法人が1社いるのとでは、安定性は個人が多い方がいいんですよね。だから
法人の取引を増やすっていうことにした時には、同時に私は個人の売上も増やしていくようにして、法人の割合を3割以下にしています。そうすると、例えば不況になったりとか、何かこう環境がガッと変わるような時でも売上がいきなりドーンと落ちないです。実際にこのコロナでも私は落ちてないんで、それは個人の方でそれが必要と思うもの、そして、知識と知恵を与え続けることによってその人が売上が上がり続けるんであれば、払う価値が当然あるわけになるので、それで持つことができますよね。でそこはやっぱり割合をどう考えてるかっていうと、なるべくその事業として売上が見えやすい、コントロールが立ちやすい方を優先してるから、そういう事業形態になっているっていうことなんですよね。もちろんもっと会社を大きくしていくときには、当たり前ですけど法人法人で付き合っていく方が、それは売上は上がっていきます。多分それは次のステージの次のステージとか、まあ、何個かのこうステージがあるところになった時に今考えるかなっていうふうには思ってますけどね、はい、ですから基本的な考えは、自分の事業の基幹部分を他人に預けない、外的要因に預けない、この考えを持って数字の管理も事業管理もやっていくと、割と安定したところを上手に運営していけるようになると思うので、まあ、その考え方からすると、オフラインとオンラインって言ったら迷わずオンラインでしょうね、今はっていう、そういう答えになると思います。状況が変わったら、まあね、オフラインとかでいいよねっていうふうになると思うのは、その時その時の事情と状況をどう見るかっていうことになると思いますので、そんな観点からですね、現状を見直してみるっていうことをしていただけるといいかなと思いますので、ご参考にしてください。それでは。